剣道さんなんです。剣道さんです。剣道さんです。剣道さんです。よろしくお願いします。ということで、はい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 、ということでね、いやあのですね、前回ボクシング対剣道異種格闘技戦やりましたけど、ボッコボコにされたじゃないですか。いやあれはもうね、大爆笑でした。いやいや本当にね、あのボクシング対になると普通の剣道なんかできませんから、ちょっと本当にそうなんですよ。あの剣道界を背負って負けたわけですから、ちょっと謝って。いや僕背負ったつもりはないですけど、背負って、やっぱいや負けてしまい、剣道家の皆さん本当にすいませんでした。はい、はいじゃないよ。なんかフォローしてくださいよ。ということで本日来ていただきましたのは、はい、栄光武道具社長、マドコロ社長です。どうぞー。お願いします。お願いします。はい、ということで今回はですね、はい、前回ボクシングボコボコにされたんで、はい、マドコロ社長も剣道やってらっしゃるじゃないですか。はい、なので、五段さんに僕の敵討ちを取ってほしいと。これはね、もう三段さんがやられたわけですよ。これはね、社長といえど、これは僕はもう本気でいきます。だからここで剣道対決をね、していただいて。剣道対決、はい、いいじゃん。山本社長、ちなみに、はいはい、剣段とかって持ってましたか？持ってますよ。何段？7段。え？ボクシングの新人王を取って7段なんですか？そうです。経歴異常です。はい、今日の試合は中止です。いや、頑張ってください。僕のね、だって師匠でしょ。いや、頑張りますよ。僕ら勝ったら、勝った暁ではどうしようかな。勝った暁、まあ、僕らが勝ったら、じゃあ、栄光武道具さんに置いてある防具を全部もらいます。全部だしょ。全部。いや、無理だよ。今回全部いただきます。いや、無理ですよ。社長が勝った暁ではどうしよう。謝ります。弱いな。弱いよ。とりあえず今日は勝負しますんで。はい。ね、一言じゃあお願いします。そうですね、近場に行った時には左フックまだボクシング忘れてボクシング忘れてくださいね、本当にね。はい、それでは行きましょう。剣道対決始め。始め。はい、ということで以上、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。すげえ。いや、あの、育ちの面だったじゃないですか。何？異常な速さですよ。高校生の速さでしょ。いや、だから速いじゃん。いつの間にか歌ってるか、わからないから。だから思ったんですよ。入ってないじゃん。あなたは負けてない。どうですか？めっちゃ強かったです。どうでした？いや、強かったです。
気が張ってて、なかなか難しいです。褒めいただいたということで、ボークは全部いただくという。そんな条件なかった。褒められたら負けましたんで、はい、謝ります、はい、社長様々すいませんでした。お願いです。いやいやいや、ありがとうございます。皆さん何かあったらすぐに栄光武道具にいらしてください。いらしてください。以上、剣道対決でした。どうもありがとうございました。